はい、いただきます。というわけで、こにゃあ、あ、こにゃあ、あ、こにゃ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 ちゃどうも、やったんでの天の声がお送りいたします。はい、本日はですね、このこちら、そんなに油が浮いてない感じのスープでございますね。はい、こちらですね、ラーメンショップ希望が丘カーテンに来ておりますね。はい、こちらね、時々ね、僕二股の方に仕事があるので、そんな時はね、こちらのお店いつもお邪魔するんですけども、なんか 2,3 ヶ月前かな、もっと前かな、駐車場がね、今までなかったんですよ。ですけどね、その近くにね、駐車場、広い駐車場ができまして、まあ車止めやすいこと、止めやすいこと、ありがたいございますよな。ね、いつもは路中して食べてたんですけどね、これだけ広い駐車場ができたらね、安心してラーメンも食べれるんじゃないですか、ということで嬉しいお話でしたね。はい、そしてちょっと悲しいお知らせなのかな、これ平日限定ラーメンやめちゃったのかな、ちょっと僕も情報が定かではないんですけど、以前来た時はね、7時から11時の平日ね、7時から11時まではなんとラーメンがね290円、朝ラーメンが290円っていうね、このご時世にね、何とも言えない価格でやっていただけていたんですが、なんかね、そのね、ボタンもなくなってるしね、その黒板も今別のこと書かれちゃってるしね、多分なくなっちゃったんじゃないかな。ラーメン290円、切ないね。はい、出ました。でもね、こんなこのご時世ですからね、290円っていうのはほぼほぼもう利益なんかない状態じゃんじゃじゃんじゃじゃんでしょうかないんじゃないんでしょうかね。だからもうしょうがないよね、こればっかりは責めらんないですよ。駐車場もできたしね、駐車場のお支払いもあるとことを考えると、やっぱり朝ラーメンもね、続けられないですよね失礼まあそれと打って変わってね、ラーメンショップ石川店はなんか一時朝ラーメンやめてたみたいですけど、またなんか2ヶ月ぐらいやめてたらしいね、2週間だっけな。また復活、ラーメン朝ラーメンまた復活したそうなので、はい、こちらはありがたい情報でございますね。はいはい、それでね、こちらのね、希望が丘店さんはね、面白いことにね、豚トロ推しなんですよね。豚トロ、まあ焦がしラーメンも推してるんですけども、あとからしネギね、特に丼が充実しててですね、まあ、普通のライスは100円でありまして、ネギ丼が200円、これも安い、ネギ丼200円は安いね。あとトロロ200円、豚トロ丼300円、辛ネギ丼250円、安いね。ねえ、豚トロ丼ね、なんかラーメンにも入ってるから、これはもうぜひね、食べた方がいいんじゃないでしょうか。左上に一番最初に載ってるメニューですからね。はい、岩のりも嬉しいね。あ、そんな感じでございますよ。いやー、3月になってしまいましたな、早いもんで、早いもんで、うん、早いね、まあしょうがないね。ねえ、まあチャーシューが美味しい季節になりましたよ。なんでやねんどういうこと、まあこの間ね、僕初めて YouTube ライブをさせてもらったんですけど、あれがさ、初めて YouTube したんですけどさ、 YouTube ライブしたんですけどさ、アカペラで歌ったけど結局来ちゃいました、結局来ちゃいました。何がって、あれですよ、著作権。いや怖いね、これ著作権書いてあるのすごい怖いね。もうこれが書いてあるだけでゾクゾクしますよ。オールナイトやったんで、やったんですけどね、著作権侵害で、著作権侵害、うん、消してくださいよって来ちゃいましたね。なのでもう今日持ちまして、著作権があるので、オールナイトやったんではもうアーカイブを残さないでね、これからライブをちょくちょくやれたらなぁなんて思ったりしてるので、ぜひね、ちょっと時間余りましたよって方はね、YouTube ライブしていただけたらなと思いますね。ちょっとアーカイブ残せたらね、まあ、いつでも見れるんで、
まあ、別にライブ中に来なくてもよかったんですけど申し訳ないですね。はい、そして今月3月の15日で私なんと YouTube 1周年記念でございます。はい、ありがとうありがとう。あんでもねえよ。ああ、なんでやねん。はい、そうなんですね。もう平成じゃねえ去年令和4年のね3月15日に、まあ、14日に赤バンされましてまた音楽関係でアカウントバンされまして、はい、すいません。で3月15日、令和4年の3月15日からねまたゼロから始めたんですが、なんとかね1年という赤バンされずに済んだので3月16日に YouTube ライブをやりたいと思いますよ。なのでね YouTube ライブ3月16日8時からやるので、カズマさんとぜひね見ていただけたらと思いますね。ごめんなさいね、ラーメンショップと別の話しちゃいまして、はい、次はねトントロ丼を食べたいなというわけで、また次の動画でお会いしましょう。じゃあバイバイ。